株式会社ジップケアの坂本と申します。我々は見守りロボットを、提供させていただいておりまして、こちらの、Wi-Fi が入った、環境センサーがですね、お部屋の温度、湿度、明るさ、気圧が分かるようになっております。一方でこのエアバッグセンサーなんですけれども、ベッドの下に、マットレスの下に引いていただくことによって、脈拍数、呼吸数、あとは眠りの深さというのが分かるようになっております。でこれを一つの、それぞれのベッドの中に、置いていただくことによって、介護職員さんが夜間の負担軽減ができるというようなサービスになっております。で基本的にはこれを導入させていただくことによって、今までの利用者の状態があって見える化ができるようになっておりますので、職員さんの負担軽減につながるというような商品になっております。